ギャッ、あら、イレ、ヨシキ、カテ、ゴリラ、キリュウゴーズ。ゴリラ全員持ってかれた。みんな思考停止。皆さんはいい男ですか？はい、はい、はい、即答でいいですね。オタゲーのプロたるものいい男であることがね重要だと思うんですけども、はい、今回はですねギニューフォースのメンバーが普段から仲良くさせていただいている方11名にですねアンケートを取りまして、いつの間にすごいな、はい、題してギニューフォースで一番スペックの高い男は誰だアンケートクイズ。はい、今回は、身内にね、11名アンケートをやっていただいたんですけども、もう身の回りの皆さんのねもう仲いい人にしか聞いていないので、このランキングはもうガチです。もうただの本当にその人の評価が出ます完全に。なので皆さんねピリピリしないでくださいね。順位が低かったからといって拗ねたりしないでくださいね。低かったらすげえ悲しいな。これ変に予想できねえな。はい、で今回は、計8項目アンケートを取りました。例えば〇〇の人、1位から5位つけてくださいっていう感じで皆さんね11名に聞きました。で、ギニューフォースのメンバーあなた方4人にはその1位から5位をね予想していただきます。で1位から5位1つ当てるごとに1ポイント獲得となります。なので1問最高5点取るという形ですね。そして、計8問終了時点でポイントが最下位の方にはなんと罰ゲーム。はい、こちら罰ゲーム先に発表させていただきます。メンバーへの理解度が低いということで、動画が上がった翌日から毎日各メンバー1人ずつですねいいところを5項目ツイートしていただきます。はい、だからね普段言えないようなね恥ずかしいこともねそこで言っていただきますので皆さん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。で今回は、イレイはですねちょっとさすがにギニューフォース入ってから、5ヶ月しか経っていないので、次回また、持ち越しということで、はい、次回の時にまたお楽しみください。それではまず1個目のアンケート、こちらいい男としてかなり重要な項目です。おしゃれな人ランキング。はい、ギニューフォースのメンバーの中で一番おしゃれな人は誰でしょうか。じゃあ、まあ、それでは皆さん答えをお書きください。ちょっと待って、ちょっと待って、楽しそうだな。いや、まあ、それでは皆さん一斉に、お答えをどうぞ。はい、はいはい、まず原、はい、1位ペリカン、2位ヨシキン、3位ギアさん、4位ラテ、5位原、そしてペリカンは1位ペリカン、2位ヨシキン、3位ギアさん、4位ラテちゃん、5位ハラ、他全員同じ。いや俺違う、違う。あ、ヨシキだけ2位ギア、3位ヨシキですね。はい、オッケーです。答えの方に移りたいと思います。まず第1位ペリカン。よかった、よかった。リニューフォースおしゃれ番長ね、俺もそう思う。これはね、すごいですよ。11人中10人が1位についてます。そしてじゃあ2位、ここで点数差がつくかもしれないですね。はい、2位ヨシキ。はい、早速1人外れましたよ、ヨシキさん。いや、これはね、押し出してるか押し出してないかだと思った。確かに結構服好きだよツイート多いのヨシキさんかなと思って、周りの印象がそうかなと思って。お、正解してますよ、それが、ね、よかった。ということで3位は、ギアです。お、はい、ここ接戦ですね。2位と3位は2ポイント差しかないです。ほぼ同率って感じですね。では4位いきます。4位はラテ。えい。喜んでいいですか。5位、はい、5位は原さんです。はい、なんと原さん全員が最下位につけてます。これ嬉しくないよ。ということで、現状が、ヨシキ以外が全員5点で、はい、ヨシキがなんと3点。はい、次2つ目です。こちらもいい男としてはめちゃくちゃ大事な項目、はいはい、イケメンランキング。なるほど、なるほど、なるほど。はい、では皆さん答えをお書きください。いやちょっとな、だってじゃあこれ自分がとかじゃないんだよね。これはうぬぼれると恥ずかしい項目ですよ。いや、何ですか。質問です。はい、誰にインタビューしたか
はこれは、この動画が上がった後も非公開です。うわお前5位に入れたやろみたいな、そういうのがちょっとかわいそうなので、後輩とかにも聞いてます。後輩とかにも聞いてるのでちょっとかわいそうなので発表はいたしません。はい、それでは皆さん書けたようなので一斉に答えをどうぞ。はい、はい、原ペリカン、原ギア、ヨシキラテ、ペリカンは原ヨシキペリカンギアラテ、ヨシキは原ペリカンヨシキギアラテ、ラテは原ヨシキペリカンギアラテ。はい結構バラバラじゃないですかこれ。最下位だけは一緒。いや絶対ね、親睦の深い人だからラテ、そうそうそう、ラテブスって言うんです。そう、俺の印象はあれっすよね。ラテはね、女受けだから。女受けいいから男受け。じゃあいきますよ。はい、はい、それでは発表いたします。1位から発表いたします、はい、1位はペリカン。おっと正解1人のみ。マジか。イエーイ。いやそうなんだよな、これでかいですね。悪くねえ。まあ悪くないでしょうね。悪くねえな。これそうなんだよ。2位原。おい、結構点数がばらつけてくるよ。やばいぞ。ちなみに、ここ2人ず抜けてます。こっからもうどんぐりの背比べです。はい、3位ギア。おっと、腹めちゃくちゃやばい、うぬぼれた、やばい、うぬぼれた。4位ヨシキ。そして、ラテ最後。じゃねえ。おっと、これなんかすごくねえな。まあでもこれで、ペリカンさんユニフォースイケメン王です、現状。ちょっとね、やめてほしい。イケメンとおしゃれな人です。やばいですね。そうですよ、連続2冠。違う違う、そういう雰囲気を出してるだけだから。点数は何点ですか。はい、原が10点、4点、ペリカン6点、ヨシキ4点、お、ラテが6点なのでヨシキが言えば罰ゲーム4ですね。はい、では続いてこちらもめちゃくちゃいい男としては大事、うん、モテそうな人ランキング。はい、なるほど、違うからね。はい、そうですね、モテそうはちょっと違いますから。いやこれね、ちなみにこれ1位が同率です。え、お、なるほど、1位同率2人で、あと3、4、5っていう形ですね。モテそう、いや、はい、モテそう、いやむずいねこれ。モテるってなんだか知ってるの。はい、では皆さん答えをお書きください。どうぞ。これはモテさを痛めつける。安定さ。はい、いいですか。はい、OK。 うぬ、それでは皆さん答えを一斉にどうぞ。埋もれました。はい。ちょっとね。こんな感じになっております。こんな感じになっております。これは頼むって気持ち。じゃあいきますよ。ではまず同率1位2人から発表していきます。1人目ペリカン。もう1人ヨシキ。これ普通に言ったらそうじゃないかなと僕は思いましたけど。で続いてまあ3位ですね。まあ実質2位。ラテ。よし、おー、そっか、最下位じゃなくてよかった。ちなみに、ね、ペリカン、ヨシキ、ラテほとんど差ないです。おー、モテそうだと思われているんですね、ラテさんね。モテそうだと思われている。はい。ここから4位、5位大幅に差がついております。では、4位の発表いきます。ミスったな。ギア。いや、ハラということで最下位はハラさんです。じゃあ今何点ですか。ハラが13点で、ペリカンが9点、ヨシキさん5点。罰ゲーム引いとこうじゃないですか。ラテは11点。ということでこれはまた別角度で、別角度ですが非常に大事な項目、面白い人ランキング。これはね、だいぶ角度変わってくると思いますよ。それでは皆さん、答えをお書きください。動画とかを考えて。あ、そうかそうか、それもあんのか。ちょっと待って、ちょっと待って、そうかそうか、そう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いやでもそうだよな、でも動画とか見るとか1位確定なんだよ、俺の中で出ました。はい、それでは皆さん、一斉にお答えをどうぞ。はい、はい、まあ、こんな感じです、こんな感じです。ちょっと前出す、1位じゃないとおかしいんだよ、1位の人ら。ではそれではまず1位から発表していきたいと思います、はい、第1位
ギャ、これはね、まあもちろんこれは嬉しいですよね。知り合いで一番面白いかもしれない。では2位ペリカン、当たってますよ、当たってますよ。吉木さん、あれ点数やばい。3位吉木、そういうことか。そうなん、はい、続いて4位ラテ、そうなん、やばいぞ、今いい感じだぞ、そして最下位が原さん。ちょっと原さん、原さん今多分今アップになってましたよ今。原さん、いや原さん、でもこれは ね、 あのね、面白いっていうのじゃなくて、なんか真面目っていう印象があまりにも強すぎる、ね、確かに原さんの場合は。視聴者さんに引いたら、まあ、全然違う結果になると思います。これギアさん最下位までありますか、視聴者に聞いたバージョン。でも視聴者さんね、皆さん言っときますけど、これからどんどん出てくるんで、そういうギアさんはやばいぞ、は